なあ先生、勝負の前に一つだけいいっすか。この勝負で勝ったらその秘密話してもらえますかね。いいぜ。その代わり俺が勝ったらお前の持ってる包丁をくれよ。相馬くん、鈴木先生どういうつもりなんだろうね。料理勝負に勝ったら包丁をもらうだなんて。なあ、美まさかみてえなやつ他にもいるんだな。よし、仕上げだぜ。お上がりよ、チーズフォンデュロースカツ定食だ。ふん、この中にチーズが入ってるからどっぷりつけてみてくれ。審査させてもらうべさ。え、黒いチーズじゃないの。なんて軽い食感。私の中にこの黒いチーズの味がどこまでも染み込んでいく。そっか、チーズと炭のほのかな風味がふわっと口に残って。あとは隠し味として黒ニンニクのピューレも練り込んである。でもロースカツって強烈な旨味があって脂っぽいはずなのに。雪平は豚ロースを常温の油から火入れした肉の揚げ方だな。そうすることで油分の存在を忘れさせるほど軽やかなカツに仕上がる。ま、その揚げ技は実家でも使ってたんでね。それがこのロースカツ定食っす。定食、すごく相馬くんっぽい。いくらでも食べ進められちゃう。この味はみたいな。ああ、もうすぐ仕上がるぜ。さあ、待たせたな。お上がりよ。あの、お上がりよは俺のなんすけど、パクらないでくれます。白いソース。ああ、見逃せねえな。あ、まずそこなんだね。まったく、美まさかみたいだな、本当に。パーフェクトトレース、フラッシュ。ああ、そういうのとはレベルが違うな。それにもちろん俺の皿は一味も二味も違う。俺の振るったナイフがお前と同じメニューを選んだ、そういうことさ。まさか。信じられないなら味わってみればいいさ。異次元の美味のロースカツ。食感、風味、全てが軽い。濃厚なうまさの圧力が襲ってくる。噛みしめて、このソースの味が広がったその瞬間、ふんわりの上にどっしりとした存在感が加わるようにな。雪平、お前がカツの軽さを極限まで追求した工夫はさすがだ。俺のソースはその先を行く、どっしりとしたコクも楽しめる。絶対にそっちの方が面白い。雲のようなふわふわの軽さなのに、そのパワフルな圧力で。あげー、確かに異次元のうまさとしか言いようがねえ。打ち上げ装備も吹っ飛ばされちゃう。軽いのに重い。この先生マジで何者なんだ。どうやら勝敗は決まったようだな。じゃあ約束通りお前の包丁を。けどやっぱいらねえわ。すでに俺がゲットしてる技物の介護官に過ぎなかったみたいだ。相馬くん、やっぱりそうだ。その包丁。